ニュースポストセブンです。警視庁が力を入れています。複数の著名人を脅迫したなどとして警視庁が暴力行為など処罰法違反や名誉毀損の疑いでガーシー参院議員の関係先の家宅捜索に踏み切りました。捜索を受けたのは動画投稿で得た収益を管理している会社の代表を務める男性の関係先など数箇所。元検事で弁護士の若狭勝氏は動画の収益を管理する会社にガサ入れし、お金に関する犯罪捜査に長けた捜査2課も加わっているということは、金の動きに関する容疑も視野に入れている可能性がありますと説明しています。ニュースポストセブン。